ほ。上着の話。上着。昔々あるところにウィンドブレーカーという上着があったそうな。というかまあ私のあの小学校ぐらいの時、上着って言ったらウィンドブレーカーだったんですけど、今ウィンドブレーカーってあんま言わないらしいですね。スポーツとかあのサッカーとかなんかフィールドに出る前に着てるあれ、風シャットダウンのやつ、あれがウィンドブレーカーって言うんですけど、小学校ぐらいの時はみんなあれを着ていました。ここになんかカッパみたいなマークがついてるやつ、カッパでいいのかな、あの読み方とか、アディダスとかナイキとか。それが高校生ぐらいになるとみんなちょっとおしゃれな上着を着始め、ブルトンはあれだ、ウルトラマンに出てきたすげえ強い4次元怪獣ブルトン、あれも実は上着の一種。ちょっと苦しい気がする。つまりおしゃれになってみんなそういうちょっとこじゃれたやつを着始めるわけですよ。そんな中、高校生の時私が選んだのは踊る大捜査線の青島くんが着てたあれ、あれに憧れてあれを骨格欄の上から羽織って投稿していました。まあ友達によく後ろからこう刺されて青島っていうやつをやらされてました。懐かしいですね。あのコートまた欲しいな、また買おう。特にオチのない日もあります。ではまた。